一人でもモテつ、3年ね、はい、3年以上ちょっと死んでしまうから長くて、本当ね、3年、私です。違います。はいはい、それやろ何を悩むことがあるの。敵は絶対楊貴妃、はい、可愛いこぶってる。2人目どうしよう。ガキまんま強かったよ。じゃあこれにする。はい、はい、私は桃太郎ではありません。じゃあ誰ですか。私あんた何。相方で。つまんないね。普通で。はい、あ、これ変えます。いいよね、変えても。俺そのままにしてください。え、なんで。絶対このビオレママが一番強いと思うのよ。強くね。だって不思議の力持ってるもん、絶対。圧が強いんで、俺そのままでいいです。なんで。つまんな。普通でいいんだよ、普通。楊貴妃は可愛いこぶってるから、かなへ。こいつは、これ誰？カンポ君誰だ？保険の。へぇ、カンポ生命。はい。ガキが？ガキが。あなた買えないの？いいよ、これで。あ、そう、つまらんね。はい、ま、私からだよね。青色がいいな。やっと。はあ、私赤がいいんだけど。ほんで楊貴妃取られたの。マジビオレママの呪いにかけるから。さっきのとこでいいねをすればあれじゃない、ガチャできたんじゃない。え、そうなの、うん、まあいいですよ、なんだって。まあ負けるね、良さないですよ。私はやっぱり運でこの人生生きてますから、運以上のものは何もないの。運、なんか言うてよ。いや、つまんないなと思って。4月ですよ。はい、撮ってんの8月ですけど、なんか言えって。つまんないなと思って。なんか言えって。つまんないから言わないんだよ。これはね、岐阜です。あ、ほぼ近い、岐阜に近いところだ。私の地元っすね。違うだろうよ、嘘をつくなよ。わかりました、早く行けな。あ、そうだ、3年版だとそうか。使います。すぐアイテムに頼るの良くないと思うな。6、たった6だよ。は、1億持ってるから買おう。すぐね、物に頼ってやっぱり良くないよね。なんで。え、なんか呪詛カードとかないの。いて嫌いな人を呪うみたいな。ふ、はい、お金がないって、はい、じゃあこの人ダメよ、多分もう怖いもん。ほら、いい数字出してる。うわこの野郎、駅弁。私は行くよ。マジか。私35億目指してるから。しょぼない。何がしょぼない。35。なんで。じゃああと5000万円。日程だけじゃん。やった、プップー。行きましょう。プップー、みんな使ってるからマネコで。ブー。ほん、ガキを。物の方がいいんだぞ。音買った方が良かったんちゃう。いいの、もうプップー。あ、使うか。プップー。へ、はい、赤マス止まれ。やだよ、赤マスに止まってしまえ。あ、岐阜じゃん、中津は。違ったっけ。じゃなかった。ちょっともう記憶喪失なんですけど、
できねえからこいつら。わすごい0円すごいね。意志強いわこの人やっぱ。なんかあった時だって超兵でか特徴兵超兵で。わうわねえズルだよ。何かルールだよそうやって。うわへえ小屋顔。はい特製霊はいらないんですか。何それ0円やんもらおう。全員の借金0円。私借金持たないけどね。あ、木曽だかこれ岐阜じゃん。木曽川って感じ。あと何マス2だよ。はい。赤赤お金ないもん。八丁味噌高っ。美味しいもんね。岡崎に自動車工場あるんだ。美味しいからね。ダサー使ってに正気。うわ4億。お美味しい。4億ウーマンって呼ぼ。次のターンには呼ばないよね。クリキントン。さあ私のターン。ドロー言いたいだけ。トキで生まれたの私。そう。トキで生まれた。3。イエーイ。うわずる。おい、ありがとうございます。返して。そのお金。それ私の。おめえのじゃねえ。それ私のだよ。え、みんなプラス止まりすぎじゃね。ただどない。あ、ガス怖いな。あーいいなみんな。私は3を出すのと。うん、10億。10億カード欲しかったな。2 1 2。これ買えねえ。5。この人金稼ぎすぎ。いいの呪ってやろう。早くね10億突破すんの。どないなの本当に。ああ、あ私なんか取られた。ゼロ円。ねえ裁判しよう。なんで。あ、お、ちょっと。はい、私です。ほらね。ゾンビ誰これ。あなたよ。違うよ。美味しいよね、ひつまぶし。天むすも美味しいよね。なんか名古屋って無限って感じ。うん、9億円。あ、ほらみ、イエーイ。距離が近いからうぜえな。なすりつけれればいいんだけど。可愛いんだけどな顔は。1ターンでいかんかったらまずいから。これは急降下と使った方がいいな。次は沖縄がいいな。これ名古屋市で遠い。山形か。親戚の家がある。つまぶしいただきよ。ガスコンの工場ってなんだよ。ガス工場とかではないの。これはもうさっさとぶっ飛びカードだよ。使いません。は？ねえ私につくやん。マジ無理。なんか乗ろうよ。逃げたなあいつ。
うわ小賢しい、小賢しいわ。あー自撮りしてる。あれ移動した？してない。おお、よかったじゃん。あそっか、あそこ名古屋だからさ自動で通るんだ。そう、これ俺うめえこと逃げねえとまた見つくじゃん。さよなら。ぶっ飛び使って逃げた方がいいんか。いただきます、ペンション。ペンションって何だっけ。ペンションはペンションじゃん。はい、私ほら、ひつまぶしだよね、やっぱりね。そうなんだよ。私はお茶漬けでは食べません。そんな、2億。ひつまぶしとうな丼ってなんだじゃん。お茶かけるだけやろ。いや、違う、薬味とかね。私、薬味使わないんですけど。これは怖いから。逃げたらかわいそうじゃん、ガキが。いや、無理やろこれ。もう着くしかなくない？だって飛行機乗るの？飛行機乗る。遠回りよ、それでも。よっしゃ、新幹線カードがいい。うん。だって着きたくねえもん、あいつマジで。あー、どんどん進んでる。あなたは知らないキングボンビーになった時の恐ろしさを。うん。あ、来るよ。1111。あ、いけるいけるいける。あ、こっち来た。意外。よかった。まあね、20億あれば余裕だよね。あ、カード。なんで1枚しか割れないの？もっと本気出して。やる気を出してほしいね。割れな。違うわよ。これ。よし、お払いカードいらない。私だよね、ひつまぶし。この野郎。2億くそ。え、これ35億いけんじゃない？あと5000万円。これを使うぞ。え、しょぼく。でも、もうそっち行けばいいんだよ。いけるにはいけるよ、別に。けど、ここで繋がると、それ東京。山形もうちょい上。あれ、こっちの方が早いんじゃない？どっち？もう下だよ、もっと。日本地図わかる？で、空港ルートで見ると上行ったらもう遠いよ。東京で降りないと。誰かが着いたらあんたまたボンビー着くよ。なんかズルだよね。何それ。誰、ちょっと待って、これじゃないこれ。あ、よかった。あらあらあ ら, あ ら, ら、北海道だ。赤マス行く。ああ、かわいそう。冬じゃん今もう。え、まだ秋じゃない。いやいやいや、あ、勝手にペイペイしやがった。でもペイペイに1億入ってるって言って、言って。私入ってるよ。絶対嘘じゃん。ペイペイ使ったことねえ。私はね、使わない、嫌なの。イニシエの人間だから。イニシエの人間だから現金じゃないと不安になるの。はい、冬です、怖いです。これは質問。うわ、なんかずる。アッカマス、アッカマス。アカマス少な。低いな、冬は。よしよし。あ、ふざけんなよおめえ。あ、おめえふざけんなよ。あ、全部。一
人の不幸は蜜の味っていうのはこういうことを言うのよね。なんで最低っていうの。陽気費もでも0円だっていうの。さっき取られたからね。誰に。これあれそんなイベントあった。違うガキのなんかのカードであれでしょ。そうだっけ、見てなかった。記憶喪失かと思った。うれうれ。ああ。ああ。1億だったら結構売れたじゃん、うん、ああまた売られてる。ああ元は安い。誰これ。あーた。あーたね。リオレマンおるやろ。ただ俺取るんじゃないの。村上さん違う。うわイオボヤ博物館さん借ります。私鮭の叫びとしては絶対来てないね。温泉が良かった私本当。もう1月だよ。魚沼さんのコシヒカリ買えねえんだよな。ほらほらやっぱコシヒカリだよね。奥すんの。そうだよ、だって魚沼さんのコシヒカリ、やべやべって感じよ。魚沼さんのコシヒカリ美味しいから。何あ、こっち来ないでよ、すっせ。うわもうこの人割だから大丈夫です。でも北海道からって意外と近くないよ、また。そうでもないよ。ほら、どんどん売られてね、もうかわいそうに。ここからキングボンビーになった時が一番怖いね。うわ。はい、私です。こんにちは。運だけでやっております。山形の皆さん、こんにちは。こちらの柴犬はポチですか。しょうもな。やったよし、はい、次は沖縄じゃない。遠くね。ダン。うわうわあいつガクチケイじゃん。最低最悪って感じ。いただきます。どんだけ買いたいの。やっぱお金を使いたいの。承認欲求の塊。何生田ハゲタン。何しに来たの。はい、あぶらわれた。あ、あれじゃない。え、うん、どういうこと。何をしんどいのこの人は。あの人は何を同じマスに止まっちゃダメなんじゃなかったっけ。え、怖。でもね、あのボンビーの人と通り過ぎて。あなた最悪。お払いカードあげたいよね。1億は痛い。あ、痛いよ1億は。ああ。あれのカード使ってもいいけど、後で使って。使わないよ。使え。人のために使うかもならないよ。この人ついちゃうよ。ああ、いいな。1出ろ。おお、あ、終わった。あの怪獣いるじゃん、さっきの名前。前に言っちゃう、これと戦ってくれる。勝つか負けるかみたいなのは、負けるよね。勝ったら気絶で、その間に効果ないけどなすりつけようみたいな感じになるから。いや、あんま上行きたくないね。でもゴールした方が早いよ。22マスもあるよ。でもこっち使わねえ。なんで勝手にこっち行ったの。上じゃねえの。え、すぐそこじゃないの。いるの。いや、あいつまだ北海道なんだよ。そんなん拾わないよ。運だけでやってんだから、こっちは。ウォーウォー。どこ行くねん。どこ行くねん。こんわ。こんわ。
5。使い切ったやべえな。デビルカード、ねえよ、特急カード、よしよし、はい、お金取ってけ。はい、こっからよ、こっから。何それ。あれだ、128マス進むまで、そっか、自分の手持ちに戻ってくるやつ。旭川まで降りてきた。やばくない？壊せ壊せ。金の方。13億。かわいそう。なんか同調しちゃうよね。ただカードまだ使ってない。俺はデビルカード持ってる。あ、でも結構上じゃない？こう見たら。本当だ。まあ意外と。もったいないな。はい。え、すごくない？ねえ、すごくない？なんかやっぱね、そういうことなんだよね。持ってんだよな。3個連続やば。え、冬でしょ？大丈夫？みんな寒くない？感じないタイプ、寒さとか意志強。やったやった。もうよかった。よし、こっから次沖縄。これマジでそろそろぶっ飛びつかも。群馬だ。ちょっと知った。でもこれ使った方がいいよな。何？演歌の親父記念館発情欲しいな。絶対あれでしょ、サブちゃんでしょ。サブちゃんしかいないよ。サブちゃんだろ。わかんない。マチョリだマチョリだ言うてって。私でしょ、さすがに1位だってね。イエーイ。イエーイ。ゼロ円。物件買えてねえの。あ、そっか、収益がないんだ。物件買ったけどゼロになったし。ちょっとね、そもそもデビルおるから俺。デビルってすれ違っても渡せてない。渡せない。私やばくない？ 29 億。もうちょっと35億だぞ。グラフの変動がエグい。黄色い人かわいそう。ゴリって減っとるよ。春です。春ナノニーって感じ。焦った今。いいじゃないの、ね、別に。19マス特急できればこれ近いのよ。ねえ、なんか運悪いよね。ああ、持ってけ持ってけ。プップ1。エンジェル、かわいい。何？何をするの、エンジェルは。持ってるといい効果はあったはず。良いことないじゃないのよ。ほんのちょっぴり幸せが訪れた時にカード飛ばされるって。え、エンジェルも死ぬんじゃないのこれ。ああ、かわいそうに。あれ持ってるだけで、だからね、使うわけじゃないからね。これは、ああ、えい、しょぼいな。うわ、いやや。上行ったらおるよね。おる。おる？え、見てみれば。いけるかな。あ、結構遠いわ。じゃあいいわ。急行使っても多分無理やね。なんか怖いねえか。なんか怖いねえか。特急カードしか買えないんです。特に
2回出せば勝てる。嘘でしょ。じゃあ1だよ。これ持ってけ持ってけ。やった。チェ早いな。お願い今。なんで？今。だってこの人マイナスになったら面白いのに。何？うん。この人を助けることになっちゃうから嫌なんだよね。助けたくない。助ける。喧嘩なこれ。うわ、しょうがないな。やったー、やったー。優しいよな、私。やったよ。いいのない。しょぼ。あら、やったじゃん。よし、堅実にお金を貯めていこう。とか言ってたらすぐ減るからね。お前、うん。あ、バイバイ。何の意味があったの。いてもいなくてもよかったよ。いいじゃん。なんか地味だな、みんな。こいつも近いよな。え、次どこだっけ。え、次どこだっけ。群馬県。え、何治った。ああ、とう。別にお金をね。7月、うん、言うてもだって1あれじゃん、半分終わったじゃん。そう、早いわ。あっち行け。この方7でいけるよ。もう行ったよ。もうちょっとだったのに。あら、 OL のリツコがいたよ。わかんない。ああ、なんで？遠くからでしょ。そんな遠くねえだろ私。は？おい、仙台。さ、皆さん仙台に来ました。仙台どこ？上。なん？いちごもんじゃとか食べたくないよ。食べたい。ちょっとお待ちになってくださる？残念。26マスもあるよ。頑張ってないんだよ。何この人。あら、ふざけんなよ。1件で済んだからいいじゃん。マジいらん、あいつ。ほほ、それよこせよ。宇都宮カードでいいなんだかな。ここからえ、こいつの方が遠くね、仙台まで。なんでこの方はボンビーじゃないの。許せない。やだ。いいよ、8000万ぐらい。はした金。悪いけど。うん。はしたの金だわ。うん。もう12マスだよ。すぐ尽きなよ。俺のサイコロも知っているだろう。
俺のサイコロンを知っているだろう。結局借金じゃないか。まあしょうがないよね。うん、あるこの人さっきから1だね。うん、いいな、じゃがいも焼きそば。美味しくないよ。美味しいよ、じゃがいもだよ。芋なんか何だって合うんだから。おい。さっきまで貧乏やったんじゃないか。この野郎。タッピミサキ。え、どこに書いてあるの？いや、これタッピ駅。タッピミサキなんちゃかんちゃらだよ。知らないのかい。つがる海峡。冬に。ふざけんなよ、お前の頭かち割ってやろうか。あ、お疲れ様です。津軽海峡に沈めるわよ。本当にふざけんじゃないわよ。天城越えてやろうかって。1って何？あんたも1って何？やべえ、みんな1しか出さないじゃないのよ。ちょっと坊主丸儲けじゃん、やべえな。ね、あんたも1じゃん。なんでみんな1なの？もうすぐ終わるんだよな。やばいんだけど、まじ天城超えそう。私だけ6。あら、1億ぐらい、はしたがね。からの？は？ 5 倍。あ、安い安い。いいよ、はしたがね。ね、やばい、もう終わるよ、2年目。本当だよ。実りのない1年。はい。ラーメン屋さん持ってた？私だ。持ってたんだ。だよね、私だよね。やった、さっきのマイナスが解消された。ただ貧乏が見ついてる。貧乏なのにお金あるってどうしよう、それ。4、1、2、4。俺だけさ。あ、イエーイ。ね、油断ならないでしょ。なんでこんな私だけ不幸な目に遭わなきゃいけないの。マジや。金ねえんだけど。はぁ、物件。もう、めんどい。ペンション返して、ペンション、私の。私でしょ、はい、あ、今こそちょっとタッピ岬行きたかったわ。サンサンサン太陽。はあ、買えに。これだけただのスゴロクやってんだけど。かわいそう。うわ。全部買えるじゃん。それも。ムカつくわ。牛乳ぶっかけてやろうかしら。牛乳な。今牛乳って書いてあったから。え、飛行機乗ってるこの人一人だけ。カード持ってないもん。なんで持ってんの？5000まで買ってきたから。ああ、この子のおかげ。ありがとうね、ブーちゃん。欲しいね。うわぁ、くそったれ。ナトリウム。やった、カーネーション。結局カネーションなんだよね。何あなた。何あなた。12マイナス。ああ、水戸の五郎子呼んでこようかしら。2頼むから。2、分かった分かった。なんでそうやって冷たいの。分かった分かった。はい、すみません。儲かってるね。あんた2って言ったけど、
3だよ。何やってんの3なのにさ2222ってそりゃマイナスだよ。間違ってんだもん。こいつだけは順調なの。ああ9マスないんだよな。上え怖い怖い。赤やないかい。あーもうやだ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 、本当に嫌ねえ、もう本当に嫌。いいじゃん持ってんだから。俺だってねえんだぜ。いいよそれは、愚かなんだもん。愚かってなんだよ俺は。私は愚かじゃないもん。やったぞ。おいおい、ひつまぶしは一番大事なんや。私のひつまぶしがまだこれあるから、うん、いちいちお願いだから、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 神様っていない、いないよ、どこ行っても赤だ。いった。うわ、ソースカツ丼食いてぇ。はぁ、あ、みんなお金持って、持ってねえよ。終わんだぞ、今年。3 持ってんだよね、結局ね。まあ余裕だよね。ほら6億もらったもん。いいの。よっしゃ。なんだよ。次こそ沖縄行きたい。うわ、近っ。千葉は近いよ。東京らへんの。なんでわかんないの。牛買っちゃうから、私。あ、もう3月じゃん。もう終わるやん。え、遠くなくない？下よ、下よ、下よ、そこ。え？え？この辺で書けば無理だって。うわ、陽気費やおい、陽気費落とし入れる方法ないの？ダサ。あ、でもこれ近いやん。これ東京でしょ。あ、終戦かもしれない。なんであなたなの、また。いいじゃん。もう終わりだよ。29マスか。買おうっと。は？うん。陽気日あなたちょっと、喧嘩しようよ。さっきおったやん、そこ。あ、来てしまった。頑張れ頑張れ。何が？いいな。俺がスゴロクやってんの。いいじゃん、スゴロク面白いじゃん。増えたことで0円。ああ、でも下がってるよ、私も。ほら、あと1年で巻き返せるかな。まあ諦めも大事よね。そう、ボンビオルが行けんじゃないけど。最後の年だよ。
32件片っ端から買ってるからね。うわ40マス遠っ。無理だこれ40無理だこれ飛ぶからいけないんじゃん。ブーンっていけると思った。やった。そんな痛くねえしな。うん、この人は痛いよね。つくよこの人が運悪いと。こっちは俺がつくじゃん。それで千葉だもん。もうしかも絶好ナイスですね。あらナイスですね。ナイスすぎかわいそう。あれ赤止まっちゃう。やった桃だ桃だ。いいな、いいね。俺の代わりに楽しんでくれればいいから。いやだよね、こういうゲームで陰鬱となる人いるよね。本当にパワーシャベル600億円だって笑えない。久保田、久保田は久保田じゃん。お久保田か。うん、え、ダーマスアート、あそこやん。これでボンビーの世界に連れてってもらえればいい。もう近づけないわ。あああ、かわいそう。なんで？山形行こう。はい、さくらんぼだよね、やっぱ山形はね。うん。あと、やっぱね、あれがいいよ。あの、醤油。名前忘れました。うん。近づくべきか、駅、駅行けねえからもういいよ。もう捨て身タックルで。そういうもんよ、借金って。でも、うん、どんどん増えていくものよ。やっぱね、減りはしないのよ、借金なんて。190万円しか持ってない人。ああ、5出した。うーわ、俺じゃ。俺じゃ。来いよ。キングの時代行くんだね。終わった。見てらんない。それかワンチャン、俺の近くに来れば行ける。どこだろう。これで北海道だと終わりだよ。本当だよ。いらんこと言うたから、ほら。ほら、俺は全力でこの状態を楽しんでやるぜ。札幌。札幌。まあ、そういうこともあるよね。えい。何足踏みカードって、うん、その場に留まってそのマスの効果をもう一回入れますよ。へぇ、コンビ行こうね。わお。ね、見てらんないんだけど、これが地獄。何、嘘でしょ。何、なんかコンビらが違うわ。連れてかれるやつちゃうわ。よかった。はいはい、あんまり見てないね。いいね、散々人のこと言ってたら結構自分のことだ。そうだよ。鍛えカードいいな。いいな。今こそ必要なカード。本当欲しいんだけど。カードないんだもん、いいの。封印。何を、え、何封印すんの。コンビ行こうね。ねえ、やだ。3
どうなるのか。いいカードの可能性もあり。ほら、これデビルカードだと面白かったけどね。やめろ。あ、持ってないからいいよ。うわうわ、35億超えたんだけど。のんきだなこの人、ね、うわすごっ。もうやっぱ夏が一番おいしい。ナイスですね。やった、初めて止まった。ありがとう。別に使うと言ってないからね。嘘です。持ち物が多いよ。うろ、風味ってない。あ、なるほど、そういうことか。よし、もうこれでいいです。よし。何？あなた何？1/4。本当昔のビジュアルと違うね。でもいいもん、4分の1だったから。まだ可愛いもんよ。俺丸々持ってかれたよ。そうだよ。それに比べれば全然。うわうわ、あ、治ったよ、よかったね。いいかな。何のカードを入れてすごいじゃん。え、記憶にないよね。うわ、いるという現実が辛い。でも無理だよ、あと半年で終わらない。そうだよ、あと半年だよ。内緒で再開か。内緒ですね。ショ、早くゴールしたい。やった、もう10月なんだよな。テレポートカードがあるじゃん。あっち行けカード持ってたわ俺。うわもったいな。いってらっしゃい。うん、この人についてほしかったけどね。稼ぎすぎ。サミット、サミット100。あら不衛生よ。しょうがないから使ってあげるよ、優しいからね。38億なくなるってそこね。やめろや。おい違うもん、この人を封印したかったんだもん。なんかいいカードいっぱい持ってたじゃん。確かにな。だから封印しとかないと。あら、またラーメンだ。私だよね。そうだよね。また当たり前じゃん。北海道のラーメンなめんなよって。しょうがないじゃん。ただこれ函館遠いんだよな。買えねえからね。でも0円だから。うわ、さあ12月です。うわ絶対嫌、絶対嫌。全部売っていいよ。いいよいいよいいよ。とう。何それ。あ、銀次ガード。え、何、禁止カード。銀次を無効にできる。何、いいな。カード好きです。いらないです。いらないね。 See you。
家に使える。はよかったよ。何がパトカーで持ってたでしょ。この人捕まえてくれるってこと。やったやった。なんで私のところに僕来るのあいつ。ね、12月だよ。もっと行けよ。私です。もうこの、あ、カードでも手に入るよかったね。いらねえよ。まあね、0円だから盗みにも来ない。やばい、北海道来ちゃった。ちょっとバターサンド。だけ避けたい。うわおじいちゃん。最悪、おじいちゃん。何したいのこの人。あ、うん。何もないんだよ。4ヶ月で1位に返り咲くことに入れちゃう。まあそれはちょっとノーコメント。え、ソフトで7億やった。どんだけ入れるんだよ。さはい、はい、すごいですね。はい。気を取り直してね。まだ数少ないのか。もう今年は無理なんじゃない。どっちに転んでもダメな気がするんだけど。何を。お金とか位置かお金だろうか。陽気費のお金取りなよ。カード使えねえんだけどな。誰カード使えなくした人。あなたです。ひどい。あ、やば、ナイスですね。ほら使えなくしといてよかったじゃん。まあね。わあ、ありがた迷惑。ダメダメ。え、でも豪速球持ってなかったっけ。私は、私持ってないよ。売ったもん。やばい、もう2月だ。やっぱ、はい、はい、そうですね、よかったね。うわ、すごい美味しいんだろうな。美味しいのよ。美味しいんだろうな。美味しいのよ、うん、カード使えない。やっぱ使えないカード。なんかそっち行けばいいじゃん。下があるよ、下が。使えねえんだよな。この人青マス止まりすぎやで。全部割って。あ、冬眠カード割ってくれたよ。えら。なんで。おじいちゃん、うらやま。もしもお金欲しいの。なんかあったっけ。ないね。とう。少ない。ラストです。ほら、持ち金だよ。どっかよ。おぉ、ちょっと待って、これ見れんの。見れません。会社外で。え、他誰、誰が何も持っとったっけ。見てへんかったけど。私より近い人いたし。
どこみんな、みんなどこいんの、もういないの、あと森地とかやっぱりちょっと違うんだな、俺が知りたいのそこじゃないの、見れないんだやっぱりお金は、違うんだ、誰だったっけ、どっちだったっけ、陽気比がアータやんな、陽気比じゃない、近いし、だって陽気比ずっとお金稼いで歩いてきてるじゃん、あ、うん、知ってた、ほんまだって私のお金取ってほしくないもん、やだもん、だからそれは陽気比って言うよ、でもね、もう3月だから無理なんだよ、そうなんだよね、もうどうしようもないんだよ、ってこっちとか持ってるじゃん、よかったのに、もう終わりか、え、今よかったね、終わりです、はい、楽しい映像見ましょう、わー楽しい、これないだろうなあなた2じゃない？マジで予想。これ何だろうな。だってあれから言ったじゃん、ビオレママのね、力を借りなきゃダメだって。あんなシンプルな電車じゃダメ。ビオレママの強さを感じてほしい。これ何だろうな。だって見たビオレママ手から波動出てんだよ。出てねえ。え、出てるよ手から波動。不衛生だわ。あ、普通の乗り物じゃ壊れちゃうそりゃ、知ってた、ビオレママには勝てないね、ビオレママ違うキレイキレイ、誰あれ怖、超高速で走るビオレママ怖くない、ビオレママビオレママはビオレママだから、ああ結局ビオレママなのよ映ってねえビオレママやったー、やっぱ運だけでやっている人生って感じだよね、あでも上がったじゃんねえ、差がやばいね、やっぱ上がったけど4位だ、すごくない、イエーイ、え、ゼロのまま、そう、でもちょっとほら最発、なんか一番地下からは上がりきったじゃん、現実にマイナスがゼロだったら、まあでもなんかね、やっぱ目的地私4も行ってんだ、やっぱ、でもプラス駅3だよ私、どっか行ったかもしれんのにね、俺の場合保存しとこ、自分の采配ミスで、まあ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 って感じ、やらないです、やらないです、もう一度プレイできるんだよ、しないです、もう一度プレイできるって言ってくれてるんだよ、大丈夫です、ちょうどね動画も1時間ということでもちょうどいいかなということで、まあね、今後もしね気が向いたら10年ぐらいでやった方がもうちょっと、え、100ちゃう、100は無理、死ぬ、10年ぐらいで、生放送で100ちゃう、まあ、生放送ならまあワンチャンということで、はい、あまり私がやらないジャンルの動画を今回やったんですけど、はい、まあ、よかったんじゃない、まあ、私が勝てたという点でよかったのかなということで、はい、これで終わりましょう、はいまあ、運を味方にしないとやっていけないってことよね。うん、バイバーイ。